こんにちは。古い iOS を持つ人向けの動画です。古い iOS を持って新しいアプリをダウンロードしたいなら、大体そういうことはできないんですよね。例えば iOS7 を持って Twitter をダウンロードしたいのなら、申し訳ありませんが、このアプリは iOS8 を要求しますっていうようなメッセージが出てきますよね。で、そういうメッセージが出てきても、ダウンロードできるようになるように説明したいと思います。要は後で Twitter ダウンロードできるようになりますよ。 はい。いろんな方法がありますけど、一応、あの、一応じゃなくて、iTunes を使って方法を見せます。では、まず iTunes を開きます。iTunes の中で、まだ App Store じゃなければ、このボタンを押して、えっ、ー、と、あ、もう、表示されないね。<laughs> まあ、とにかく、ここから App Store を選べばいいです。それから、まあ、一応、なこういう画面になるかもしれないですけど、一応、App Store に行きたいんです。そこで、 ここの右上、自分が欲しいアプリを探せばいいです。例えば、私はドロップボックスが欲しいです。で、そこで iPhone アプリか iPad アプリが欲しいかって決めて選びます。ここの画面でダウンロードします。てか、収入って書いてありますよね、普通は。とにかく、このアプリをダウンロードすればいいです。パソコンに。パソコンにですね。 私はもう先ほどダウンロードしましたからダウンロード済みって書いてあります。はい、ではもう準備ができました。これをダウンロードして自分の iOS デバイスを取って、例えば iPhone か iPad を取って、App Store を開いて、そこでもう一度例えば Dropbox を探してダウンロードします。で、その時にまたあのメッセージが出てきて、そこにダウンロードって寄せば Dropbox が手に入ります。ただし、一番最新の ドロップボックスのバージョンではないです。もちろんその iOS、例えば iOS7 だったら iOS7 向けのドロップボックスのバージョンをダウンロードします。まあ少なくともアプリを持つっていうことになります。もちろんドロップボックスとか Twitter じゃなくてどのアプリでもこういう方法でダウンロードできます。ただし、そのアプリは昔の iOS のバージョンを持たなければダウンロードできないんですよね。それはまあ当然です。 とにかく欲しいアプリ、ダウンロードできない欲しいアプリがあれば、こういう方法でやってみればいいです。あと一つの注意点があります。このパソコンの iTunes でダウンロードするときにですね、ログインが必要ですよねあの。iTunes のアカウントでログインする必要があります。で、そういうアカウント、その使ってる、パソコンで使ってるアカウントは、iOS デバイスで使ってるアカウントと同じアカウントであるべきだ。 別々のアカウントだったら、こういう方法は使えないんです。例えば、私のこの iTunes で使っているアカウントは、t a r ア o w i t u n e s c o m だったら、自分の iPhone でも、その tarrow.itunes.com というアカウントを使うべきです。あと、動画の下の説明もご覧ください。新しい情報が手に入ったら、そこに書きますから。では、終わりです。ありがとうございました。